団子もお父さんです。今回の動画はこちら、ジャクソンカメレオンのメスジャネットちゃんのね動画になるんですけど、かれこれもう10日ほどになるんですけど、拒食しております。通常2日に1回ぐらいね餌を食べるはずなんですけど、全く食べてくれません。ですんでね、今回は、まあ、お腹の調子のこととかね、その辺考えても、まあ、温浴がいいんじゃないのかっていうところでね、お医者さんの方からお話を聞いてきたので、今回はジャネットちゃんの温浴に挑戦してみたいと思います。ジャネットちゃん頑張ってくれ。今のところね、握力の低下とかそういうのは目立って見られません。お医者さんの方もね、それほど衰弱しているようには思えないと言ってくれたんで、その辺は安心しております。どうなるのか、ジャネット。今ね、ここに用意しているのは生ぬるいぐらい、37度から、37度ないな、36度ぐらいのお湯になります。今からね、ジャネットちゃんをこの中で温浴させてあげたいと思います。さあどうだ、うっ、逃げてる。当たり前か、当たり前、逃げてる。あ、せよいしょ、ごめんよ、温浴してごらん。あ、よしよし、慌てて逃げますね、やっぱり。あ、いや、どうなのか。なんかね、むちゃくちゃ温浴嫌がってましたけど、とりあえず温浴は終了です。何分もできてません。ただね、お医者さんが言うには温浴の後は口を開きやすいって言ってたんですよ。それでね、今からちょっと強制給餌やってみたいと思います。あげるのはこちら、レオパブレンド。レオパじゃないけど、これだったらね、水にふやかして食べやすくできるんじゃないかなと思います。じゃ早速ね、あげてみます。じゃねって頑張れ、いけるか？ほら、こうよ。ダメか？こんなんじゃ。難しいな。こんなんで、本当に。開けてごらん、口を。お口をお開け的な。開いた。いて。いて。いて。結構やっぱ食べた。おお、やりました。やりました。食べてますね。逃げてる。もう一つ行ってみましょう。ほら。ダメか?ちょっとね、ちょっと口元触ると、開けるっぽい。こう?開けてごらん。あ、行きたいだよ。ほら、こう。開けてごらん。あ、行きたいだよ。ほら、こう。やって。食べました。やった。ほら、いいよ。食べてる。ちょっと暗いな。ジャネット、やりました。
違う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 。あ、そう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 。飲み込んだ。ジャネット。強制給仕成功です。とりあえず1個半はね、このレオパブレンド食べてくれました。いい、いい、食べてくれたらいい。これがお医者さんの言ってた温浴効果なのか。ジャネットやりました。かっこいいポーズ、勝利の雄たけび的な。うん。やったー。よしよし、食べた食べた。いい、すごい。うん、温浴したからかな、やっぱりちょっと口に触ると口を開けてくれますね。でその後にね、レオパブレンド、レオパの餌入れたらそのまま食べてくれました。うん。でちょっと指噛まれたんですけど、結構痛いです。洗濯バサミよりは痛い。やっぱりね、昆虫をちゃんと噛んでから食べるカメレオンの顎は意外と強いですね。よかったー。はい、とりあえずジャネットちゃん、うん、餌食べてくれたんで温浴大成功です。でね、今手元にいるのはオスのマイケルくん。マイケルくんはね、ピンセットからでも餌をガシガシ食べてくれるとてもお利口さんなんですけど、ま、脱皮がね若干残ってるところもあるんで、せっかくこのぬるま湯用意したんで、マイケルくんも温浴をしたいと思います。よいしょ。ちょっとめっちゃ嫌がる、めっちゃ嫌がる。当たり前か。よし、いったいったいった。いや、わかるわかるけどね、脱皮のため、ほら、よしよしよし、こうですよ、逃げる。もうね、お湯に入るのはいい。せめてね、こうやって濡らしてちょっと拭いてあげよう。ちょっとだけでもね。よしよし、あっちゃっちゃっちゃ。お利口さん、お利口さん。あっしゃっしゃ。マイケルくんは色が鮮やかね。目の周りとか頭の上、それからね、ちょっと顎の下とかも脱皮が残ってますね。かっこいい。はい、というわけで今回の動画はこれで終わろうと思います。うん、ジャネットちゃんの温浴と強制給仕でした。まあ、強制給仕って名前だけ聞くとね、かなりなんか危なっかしい感じしたんですけど、まあ、正直自分も不安だったんですけどね、開けてみると口元を触っただけでね、自分から口を開けてくれたんで、とっても自然に、まあ、ほとんどストレスなく与えることができたんじゃないかなと思います。これを教えてくれたね、お医者さん、本当ありがとうございました。よっしゃ、この辺で終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ジャクソンカメレオンのマイケルとジャネットでした。